えです。こんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスピーピーピーエクちゃんが泣いちゃったじゃん。誰ミクちゃんを泣かせたの？先生に言うよ。誰に泣かされたか言ってごらん。年度が終わります。本当だ、もう3月終わり。てりたま食べた？てりたま食べた？森永乳業が瓶の牛乳3月末でやめちゃうらしいよ。へーの3本です。3本で、はい、来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。あーえ、こんなに薄いことある？オープニング。今日は薄い日なんだって。そうなんだ、ね、一番薄いんだって。まあ、400回もやっちゃったし、萌えたんもやっちゃったし、終わっちゃったし、イベントとかも終わったし、もう全部ね、やっぱ年度末だから何もないじゃん。一番薄々の回だって今日は。そうか、卒業式も終わってるもんね。春休みだもんね。そうなんだって。ここら辺はそう、話題がないんだって。ないね、うん、春休みって何してた？え、春休みって短かったよね。一番することなくない？マジで短くなかった。うん、なんか冬休みはお正月だからさ、いろいろ食べたりするしさ、夏休みは夏だからどっかみんな出かけたり、長期休みじゃん。春休みって何する？記憶ないね。休みなの？ほんまやね。あ、制服の準備とか仕立てたりとか。だから中3から高1になる間の春休みはめっちゃ覚えてるかも。あー、そうだよね。制服作りに行って、うん、ガイダンス受けてみたいな、なんだりかんだりして、ミクシーで友達募集して、同じ高校行く子を事前に友達になって、入学式からすでにもう友達いるぜみたいな感じでやるやつね。だからみんな友達いたんだ。そうだよ、もうみんなあの時はミクシーとか全略プログで先につながってたから。なんでだろう、みんななんかもうさ、輪ができててさ、行ったらどういうことって思ってた。で、最近ミクが知った SNS が便利って話だよね。確かに学生の時に知りたかったかも。そうでしょ。うん、その時にやっぱり友達になって。いや、でもそっからずっと仲良しなことってあるの？ミクから。ある。私一番最初にあの全略プロフだったけど、全略プロフでナンパした子は未だに仲いい。へーし、同じクラスだったの。あ、たまたま。そう、そのなんでナンパしたかって、私はもうその時からもう絶賛オタクだったから、アニメオタクだったから、うん、全略プロフに私の好きなアニメと同じアニメを描いてる子がいた。で、同じ学校だって。そう、同じ学校、どこどこ高校に行きますみたいなの書いてある、好きなものに対してそのアニメがいっぱい書いてあった。え？みたいな。絶対仲良くなれるって思って、うん、その掲示板に書き込んで、私も春からどこどこ高校行きます、何々のアニメ好きです、仲良くなってくださいみたいなので友達になって、連絡をずっとやり取りして入学したら同じクラスだったの。へえ。そうで、え、同じクラスじゃんみたいになって、そこからあの本当にずっと今まで、しかも3年間ずっと同じクラスで、一番最初に友達になったのもその子だし、最後までずっと仲良かったのもその子、だったよ。大事だね、ミクシーって。でしょ。そうなの、大事だ。で、その子があの中島めぐみさんとつないでくれたの。あー、そう、その子のお姉ちゃんがまめぐの親友で、で私がえ、マクロス好きなのって言ったら、え、お姉ちゃんの友達だよって言ってで、サインを書いてもらって、私声優になりたいんですって話をして、うん、っていうやつがその子。すごい、全力でつながったのはその子だった。いいね。そうなの、すごいよね。すごい、春休みやることいっぱいじゃん。そう、いっぱいあったよ。結局あったわ。そうだった、ね、すごい濃い話できたわ、うん、できたね。できたわ、うん、まあ、新生活のね、うん、皆さん頑張ってください、はい、じゃあ始めていきましょう。ピクシスのキラキラ大作戦スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。私たち持ってます。せーの、えい。久しぶりです ね。最近やっぱスペシャルとかいろいろ続いてたからね。7 6と1は7 7 7
テーマトークなー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 な入学式の思い出言っちゃったよおいさっき言ったちょっと高校の話言っちゃったね今さっき言ったばっかりなんでピンポイントでこのテーマトークなのよもうちょっとだったらテーマお任せだったんだけどね話したよさっき私話したねじゃあもうミクの番だこれ入学式の思い出入学式の思い出どれがいい小か中か高小中高大もあるだそっか小中高大あるんだ小はちょっと覚えてないわ中高大中高大高大のどっちかで中も覚えてないじゃあ高にしようかな高高、うん、高は、うん、まあミクシーという存在知らなかったそうだね、うん、でみんなそうやってもう行ったら、うん、すごく仲いいグループが出てきてね私もあやばい完全に乗り遅れたと思って、うん、もう初日は本当にずっと泣いてたのかわいそうかわいそう中学校に戻りたい教室で一人で泣いてたのこんなに友達できないなんてかわいそうにもう終わった3年間終わった全てが決まると言っても過言ではないからね、うん、入学式で、ね、もう無理だって言ってその日もう何もなく、うん、もうただただ帰ってお母さんに泣きついて、うん、私はもう3年間終わりましたもうパパとママと私の3人で中華料理を食べながら、うんうん、覚えてるねやっぱ悲しい記憶はね、うん、私絶対にこの学校でやっていけないって友達できないそう思ったんだけど、うん、次の日、うん、誰かしら見つけようと思って、うん、頑張ってまた学校行って、うん、したらみんなねうちの学校は制服が指定だったんです、うんうん、ネクタイとかリボンとかスカートも全部、うん、それなのにずっと真っピンクのリボンでいる子がいたの私みたいなやつでねもしかしてそれ私みたいな人間だよそう結構地味な色のリボンなのみんな指定だから、ねうん、でもでっかいドンキで買える私そのピンクのリボン持ってたテッカテカ座店のえテッカテカ座店のめっちゃでかいやつでしょで私もそれつけてた永遠にしてる子がいたのわかるわその商品そうでもその子は一人でお弁当を食べてたのうわ強いねなんでだろうって思って、うん、その子に話しかけてたミクはでっかいものをつけてる人に話しかける大麦わら帽子でっかいピンクのリボン話しかけてみよう一緒じゃんそれ高校の私だよそうかもしれないそれ私みたいな人間だよでもなんか私にはかっこよく見えたの、うん自分持ってんなって自分を持っていて別にみんなと仲良くするわけでもなく一人でもうそう校則をちゃんと破りながらお弁当一人でこう姿勢よく食べてる姿がそうすごい自分から話しかけに行ったのそうあのすごいじゃん一緒にお弁当食べませんかってすごいじゃんそしたらいいよかっけえかっけえクールそんな感じなのにクールなんだいいピンクバカデカリボンつけてんのにあ、いいよいいよ感じなんだいいよって言われて好き土屋アンヌじゃん言ってご飯食べてたら、うん、なんかねやっぱその子がパワースポットだったのか目立つからかないろんな子が寄ってきたの、うん、おえ私もみたいな私も一緒に食べたいみたいな感じで私が一つ話しかけたら、うん、やっぱみんな気になってたんだねピンクリボンあの子なんだろうってなってたんだピンクデカリボン気になってたんだね気になってたのだってみたいでそうなんか輪ができて、ね、おすごいじゃんその子は、うん、今でもね仲が良くて良い私の人生で唯一のギャルの友達えあのテニスの子テニスの子じゃないとはまた違うんだテニスの子はただの幼馴染幼馴染かそうでもライブに来てくれたりしてえその子じゃ未だにじゃ仲いいってこと未だにそう私のライブに来てくれたりとかすごいじゃん人生の中でよかったね話しかけてそうギャル友達ピンクリボンしてなかったら多分話しかけてなかった話しかけなかった多分その子も普通には ね最初からミクシーできっと仲良くなった子がいただろうそうだねそうなのいやよかったねよかったいやいい話じゃ ん, そうんあったじゃんミクもちゃんとピンクリボン伝説私の中ではあったんだね、うん、いや最高ですわはいというわけでじゃあメール紹介していきましょうメール紹介しますかはいはいキラキラネームユグドラシルさんですありがとうミクもしピクシースピクシー ス, シース突然ですが苦手な食べ物ってありますよね、うん、ミクなら煮た人参とかグリーンピースモイシならパクチー、うん、ここで気になったこともあります、うん、誰しもが一つは苦手なものがあると思いますが万人が苦手じゃない食べ物ってあるんでしょうかね
ちなみに私はチーズが苦手です。ピザを除く。以上。うわ、逆考えたことなかったね。誰しもが苦手じゃない食べ物だってさ、私たちはお肉好きとか言ってもお肉苦手な人もいるもんね。カレー好きでカレー苦手な人もいる。世の中にカレーが嫌いな人いないと思ってたのに、うん、今目の前にいるから。いるいるいる。ありえないんだよね。ありえない。ちょっと いいとから探してみる。ちょうどいいサンプルあったわ。みんなが好きなもの。パスタ。パスタ嫌いな人いる？いないんじゃない？バリエーションあるし。でも食べない人がいるか。でもグルテンフリーやってる人はちょっと嫌いっていうかみたいな。焼き鳥。焼き鳥ももう嫌いな。いやでも鶏肉嫌いな人いるか。肉食べない人いる？寿司。あ、寿司ね。生だからそっか。ドーナツ。あ、ドーナツは油でじゃあ、あの人だけ異常なのあの人の基準になったら大体ダメなのよ。タコライス。あ、タコライスは一番好き。珍しい。カレーダメなのにタコライス一番好きな人。あ、いやって言ってる人いる。タコライスひとみさんとミクしか聞いたことないんだよ。大好き、美味しいですね。タコライスね。タコライスダメ。トマトが苦手な人がいるか。梅干しご飯。これ究極じゃない？梅干し苦手な人いる？嫌いな人いないんじゃない？あ、酸っぱいの苦手な人いるか。じゃあもう白米、白米。あ、白米オンリー？オンリー。食べない人いる？嫌いな人いないんじゃない？白米。ね、見つけたんじゃない？じゃない。パンはたまにさ、グルテンフリーもあるからさ、あれだしさ。確かに白米じゃない？栄養価も高いし。これはさすがに白米嫌いは逆張りすぎない？日本人でね、日本に生まれて育って日本人としてどうなの？それこそ麺しか食べないとかね。ダイエットだから食べないとかあるかもしんないけど。好きは好きっしょ。好きは好きよね。ケーキ。ケーキ。あ、生クリームとかフルーツダメな人いるね。ダメなんだね、はい。お鍋。お鍋。お鍋嫌いな人いないんじゃない？いろいろあるし。だってお鍋は自分でも選べるし、味とか具材とかね、広いからね。広いから肉ご飯マジ何食べてんだよやっぱ一旦白米ですかね。白米じゃない？これ見つけたのは。結局玄米とかも好きだけどね。あ、玄米は逆にさ、好き嫌いが分かるんじゃないの？あるか。味するから。じゃあやっぱ白米じゃない？白米ね。決まりました。白米です。はい、というわけでお便りありがとうございました。メールアドレスはピクシスアットマークセカンドショットドット JP です。よろしくね。キラピク VR。 ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 レッツ萌えさん愛の。ねねみく、はい、小次郎さんからなんだけど、今日のミクの現場入りを教えて。だってここ、うん、現場入りの雰囲気。おはようございまーす。おはようございまーす。はよー。はよー。早いなー。虚無るの早いなー。でも本当にこれです。レッツミックサイド。ねえねえ萌えさん。はい。ほっこりしんじくんさんからなんだけど。出たな。萌えさん。はい。腹筋で網だくじして。あんみだくじちょっと占い、今日の占いにしてよ。楽しい。ちょっとさ、それさ、あのシックスパックだったらさ、こうなんかやりがいあるんだけどさ、あの縦の腹筋しかないから私二択なのよどっちも。じゃあどっちがいい？天国か地獄か。11時腹筋の右と左どっちがいい？じゃあ左。あんみ末吉。ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 トヤタモエと伊藤美久、どちらかになって相方に聞きたい質問を大募集。たくさんの質問お待ちしています。ピクシスのお気に入り大作戦。お気に入り見つけます。現在認定されているのはこちら。はい、それでは今回のテーマは遊園地。あ、これこそ嫌いな人いないんじゃない？楽しそう。確かに、ね、でも人がいっぱいいるとかうるさいとかで。あ、まあ確かにね、嫌いな人はいるよ。多分ひとみさんは好きじゃないよ遊園地嫌いなの？嫌いだよね。どうせ遊園地嫌いでしょ。遊園地のことって思ってるでしょほら正解でした。だ、では早速やっていきましょう。
じゃあ1問目問題。一時期来場者数が落ち込んだユニバーサルスタジオジャパンで人気回復に一役買ったジェットコースターのアイデアとは何でしょう。ユニバあれじゃない、フライングダイナソーじゃない。違うって。違うんだ。ユニバって、え、ユニバってユニバってえ、どれマクドみたいな言い方すんのかな。やっぱユニバなのかな、関西。ユニバあ、いないっけ関西誰も。ユニバ、ユニバって、うん、フライングダイナス以外にあったっ、ジェットコースターあったっけ。ジェットコースター、その絶叫と限らずってこと。ジェットコースターを使ったアイディア、ジェットコースターを使ったアイディア、あれじゃない、あのサメ、ジョーズ。え、使ったアイディア、フラン、え、わかった、なんとかハリウッドだ。あれだ。何、ひっくり返した。違う。何、何それ。なんとかハリウッドって、私一回乗ったことある、そのジェットコースター。うん、あー、わかったわかった。え、前向きか後ろ向きか選べんのよ。はあ。で、それに音楽をつけた。え、余計なのがいい。余計なことすんなって、なんか余計なことしたってミク。余計なことすんなって、うん、余計なことすんなって言ってた。後ろ向きになった。すごい。あれだ、なんかあのユニバの街中みたいなとこに急にあるやつだ。あ、そうそうそう、上の方でなんかキラキラしてるやつだ。そう、あれ全然怖くなかった。あ、そうなの。うん、後ろ向きに走らせた。当時 USJ で働いていたマーケティングの専門家森岡剛さんがジェットコースターを逆回転させるアイデアを思いつき、ハリウッドドリームザライドバックドロップとして実行したところ、7時間待ちを記録するなど大きな話題となり、人気回復の足がかりとなったと。絶対に嫌だ。後ろ向きはね、怖いと思う。こうなってるままそのままこういくってことでしょ。うん、バックドロップは私も乗れなかった。普通の前向きのやつ選んで乗ったけど。はあ、なるほどね。ちょっと想像したら。爆音で音楽が流れるのよ。だからハリウッドなんだ。で、そう、しかも自分で選べるの、楽曲が。え、曲を？だからその時に、やってた呪術廻戦の曲とか、なるほどね、コナンの曲とか。洋楽とかじゃないんだ。まあ、洋楽も選べるし。好きな曲選べんだ。そうそう、マイケル・ジャクソンとかも選べて。おもろ。爆音で流れるから、うん、カッ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 とか聞こえないの、全く。なるほどね、それ逆に怖くない。え、だからね、上がってる感じもしないし急に速くなったりとか。やっぱ音ってすごいね、音ってだけでドキドキソワソワする、ね、わかる、あの上がるやつってなるけど超苦手。いつの間にか落ちてるみたいな。私でも乗れる。ノリノリでやってたら、いや、もえさん無理。あ、無理。早い、ありがとう、うん、なるほど、ね、楽しい、あれ、ね、いや、いいじゃん、うん、すごい、やったぜ、さすが。では続いて第2問。日本最古の遊園地浅草にある花屋敷は元は遊園地ではありません。最初はどんな施設だったでしょうか。花屋敷って遊園地じゃなかった。え、劇場とか。あ、確かに屋敷だもんね。うん、てか屋敷か、人ん家。人ん家だったのでは。確かに大豪邸。大豪邸。お化け屋敷のみ。え、人んち？人んち？その前なんつったっけ？人んちの前？屋敷？劇場？え？歌舞伎みたいな、日本のなんかそういう舞台ショーをやるところ。え？え？屋敷じゃない方。屋敷じゃない方。美術館とか。え、え、倉庫。花、花の方。花畑。花の方。あ、植物園だ。花の屋敷。なるほど。はあ。浅草花屋敷は1953年、まだ江戸時代の頃に植物の商売人だった人物が植物園として開園。最初は植物だけを展示していたが、やがては希少な珍獣や動物も扱うようになり、後に遊具なども設置され、日本最古の遊園地となった。確かに花屋敷の中に植物園みたいなのあるよね。そうなんだ。あった気がする、記憶が正しければ。
浅草ってやっぱ遊園地できるぐらいもう昔はすごい人が多かったっていうしね。だって江戸時代ってことはもう超ど真ん中でしょ。もう江戸時代はもう浅草ら辺は渋谷みたいな感じだったでしょ、ね、きっと、うん、江戸っ子だもんね、うんうん、うわなるほど。いやちょっと2連続すごいじゃん。してるじゃん。いいじゃんいいじゃん。じゃあ3問目問題。くるくる回るコーヒーカップはある物語からヒントを得て考案されたと言われています。その物語とは。アリスもうそれ夢の国がテーマにしてるからね。あれ不思議の国のアリスではない、うん、正解。ええそんなえあえ、あ、1955年にウォルト・ディズニーが不思議の国のアリスのお茶会をヒントに作ったとされており、欧米ではティーカップと呼ばれている。コーヒーカップは日本の呼び名。あ、え、でもアリスっていうかディズニーのものだってこと。そのコーヒーカップ自体思いついたのがディズニーが最初ってこと。へ、確かにいろんな、どうなんだ、ね、遊園地であるもんね。あのアリスのティーパーティーって名前だもんね。うん、遊園地のあの名前、うん、そうだね。そうだよね。あ、当たっちゃったな。当たっちゃった。じゃあそのストレートだった、うん、すごくストレートだった。ミクがかわいそうじゃん、絶対違うよみたいな感じでしょそんなわけみたいな感じで。あの時の私の顔ちゃんと撮ってました。すごい恥ずかしいじゃんミクが。恥ずかしいじゃんはい、続いて、続きまして問題。パリのディズニーランドには乗り物やアトラクションではない少し変わった施設があります。何でしょう。乗り物やアトラクションではない。パリといえばじゃない。ファッションショー。ファッション展示場ほうん。レストランはあるか普通に。ん、ファッション系ではなく。遊園地にあるのが珍しい。パン屋さんあるな。あるね。あるわ日本にもあるわ遊園地にあるのが珍しい。ご飯屋さんとかはあるでしょ、遊園地。コンビニ、うん、ホテルもあるしな。スタバパリのスタバあるんだよ。え、カリフォルニアか。え、のディズニーにスタバあるの。え、いいな。台湾とかにもあって、なんか限定のカップとかなのかな。そうそうそう、絶対かわいい。え、パリだけ。パリといえば、え、フェルト美容室。正解。すごい、美容室だ。知ってたの。全然知らなかった。ピンときた。ダッパーダンのヘアカットというクラシックな1900年代の理髪店を再現した、本当にヘアカットしてもらえるお店。髭剃りと散髪が可能。1週間のうちほとんどの日に営業しておる。すごい、ディズニーで髪切れるの、最高じゃん。いいな。カラーとかはできないけど散髪はしてくれるんだ。とひげは剃ってくれるってこと。へえ、どんぐらい人気なんだろうね。ね、でもそこでしか得られないサービスがあるんじゃない、まあ、やっぱり。でも入園料も払わないといけないよね。え、うわ、かわいい。うわー、いいね。ちょっと行くだけ行きたいかも。確かに前髪だけカットしてもらうとかね。うわ、すごいわ、確かに。ね、ちょっと綺麗に ね、してもらって。その利用客を見たいわ。テレビで密着してほしい見たい見たい、どんな髪になるのか、ね、え、終わり。終わりです。以上か。はい、というわけで今回のテーマ、遊園地はお気に入りかスルーか。せーの、お気に入り。決まってた、うん、これは決まって。遊園地好きだもん。遊園地大好き。乗り物乗れなくても好きだもん、遊園地。乗り物乗れない、もう雰囲気、うん、美容室に行こうかなそれこそ最高だよね、うん、美容室。遊園地にパリまで行こうかしら、ね、パリまで行ってちょっと髪切ってもらって、うん、はい、ということでピクチスのお気に入り大作戦でした。ピクチスのキラキラ大作戦エンディング。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。みんなの宝物ふつおた、先生大作戦の質問2択、3択大作戦のどうでもいい2択、耳よりニュースなど何でもウェルカムです。メールアドレスは pixis@secondshot.jp pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便りお待ちしてます。
はい、トヨタ萌え写真集萌えが5月24日に発売になります。公式 X もありますのでチェックしてね。そして4月6日7日バトゥール東京チャペルブランカにて朗読劇4月の花嫁に出演します。遊びに来てね。はい、伊藤美久トゥエルスシングルナオエア5月1日リリースです。4月から放送開始のテレビアニメ声優ラジオの裏表のオープニングテーマとなっています。発売記念ナウオンパーティー&お渡し会もあります。応募締め切りは3月31日もうすぐなので、忘れなく。伊藤美久カレンダー2024発売中です。はい、そして伊藤美久ライブツアー2024 from now on 6月23日からスタート、愛知県、仙台、大阪、東京の4都市を巡ります。オフィシャルファンクラブオリアーズの会も募集中です。はい、そしてピクシス9スアニバーサリーパーティー2024ピクミと作る宝石箱、こちら5月17日、金曜日発売ザドアーズにて3部公演でやりますので遊びに来てね。配信もあるよ、はい、というわけで、オフィシャルファンクラブスタイルパーティーもよろしくお願いします。はい、番組からのお知らせ、ニコニコ動画セカンドショットチャンネルの会員になっていただくと、このあと23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分丸ごと収めたアーカイブ完全版をお楽しみいただけます。キラピクの通常版 YouTube でも配信されているので、ぜひそちらもお楽しみください。はい、これは今ピンクはイートの仲間入りがしたいんだって。うん、なんか私もさっきからずっと目が合ってるの見られてる。うん、なんか視線感じるなと思ってさっきパッて見たら、ピクちゃん僕もカレンダーの仲間に入れて欲しかったよ。豚肉として。そう、僕は豚肉になるのが夢なんだ。なんかかわいそうになってきた。だから毎日こうやって美味しくなるために頑張ってるんだ。そうなんだ、ごめんね、食べてあげられなくて。来年も頑張るから、来年のカレンダーには入れてね。何で食べられたい料理は。ハンバーグ。豚肉の相引きになっちゃうよ。せっかくの豚が牛との相引きになっちゃうって。それでいいんだ。いいんだ、それでいいの。僕ハンバーグが好きなんだ。メインじゃなくていいんだ。いいんだ、そっか、ひき肉に、ね、それでは、ね、そろそろお時間です。お相手はトヨタ萌えと伊藤美久ピクシスでした。またね。